ちは、まさやむくよんけよんです。今回はですね、ドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫銀かな、やっていきたいと思います。でだいぶそこそこ年月経ってるシリーズなんですけど、本当に自分はやってなくてわざとやってなくて、やる暇もなく、だからわざとその頃の情報とかも遮断してて、本当に知らん、やってないみたいな感じからスタート。なのですごい楽しみな感じでやりながら、ちょっと何だろう、いやそこじゃなくてそっちだからみたいな感じのような感じになってしまうと思うんですけど、そこはご了承ください。まあのほほんとやっていきたいと思います。はい、マジで頭なので、はい、どうしようか。英語はないのか。じゃあマサで行かしていただきたいと思います。マサ、はい、行きましょう。何分区切りとか決めてないので、とりあえず切りのいいところまでかな。今っていうソフトモヒカンって言ってない。画面下の移動パッドを進みたい方向にタップしてこっちまで来てください。こういうこと？はいはいはい、とろで。喧嘩しとるな。スライム。どうしよう。ああ、これ今できるんだ。寿命覚えてない。まだそこら辺は覚えてないのね。貯めるとかがまだ分かってないので。貯めるとどうなんだろう。 HP 表示されるんだ、とりあえず。はい、
薬草。あ、ちなみにアプリ版です。一人娘のミーティア姫。この人の子供。とりあえず今のところ仲間がヤンガスっていうやつと自分自身とあと師匠の人、ミーティア姫っていうのちょっと気になる。馬の名前、またやっぱり樽壊したりとか壺壊したりとかそういうのもありなのかな。なんか職業とかどうなんだろう。マスターライラス、ドルマゲス、変えたっていうことはもともと違う姿をしているドルマゲス。おめえは休むのか。行きますか、行って一緒に行くんだ。馬にしゃべるってどういうこと。これってさ、あ、こういけんのか。え、いける。え、大人の扱いされてる。あ、いけたいけた。視点がさ、なんか見やすい感じで行きたかったんですけど、あ、あれだな、あれだ。あ、オッケー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 。で、あれだっけ。
向こうは何もなかったっけ。とりあえずさ、1階というか、燃えとる。まあ、そりゃそうだよな、何しか言わない。これ、樽いけんのかな？いけんの？お、樽いけるんじゃん。来た。それが健在なの。あれ、ちょっと慣れてきたな。ちょっと。画面の下の方をスライドすると視点を上下するのです。何もなかった。引き出しを開けられない。ああ、開けられないな。この段差開けんのか。え、何もなかったの。ちょっと慣れるまで大変だな。
面中央を長押しすると信じました。画面中央、こういうことか。戻すところ、なるほど。大体この真ん中辺を動かすと左右みたいな、できるのかな。でこれで上下動かします。で真ん中辺をくるくるすると動かせると。ドアに入っただけでこんなに疲れると思うんですよ。何もないんかい。何もなしそうだ。え？どういうこと？盗賊の鍵があると。まあ外にはとりあえず今のところ出れないから、おい、3ゴールとかないやん。ここはまだ入ってないね。おばあちゃん、どんけし。変なことです。大体この辺りに、ああ、入っちゃった。ちょっと登ろうか。
敵でそんなにカーソル動かさないくて歩ける感じか。だいたい酒場に行くの。本当なの。とりあえず話聞きましょう。テンションを上げることで攻撃力とか上がるの。ああ、そうなんだ。殺された。キーポイントだなと思った。早く行けよって話で。冷静すぎだろ。裏口？危なさい、裏口か。
全然宝箱に聞こえてない。まあ、薄れって言ってくれないか。とりあえず。まず、ここから来て、ここから来てみたらね。確かに空港音痴になるな。戻ってきたもともと入れないやつ。いけんじゃないの。はい、出てきた。よし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 。素晴らしい。あ、これ盗賊の鍵じゃね。まさか。せっかく調べに来たの。もうそろそろ行った方がいいよね。もうさ。無視しすぎてやね。はい、帰った。降ろさせろ。え？あ、こっから行けないの？めっちゃ見上げてるけど、行けないんだ、こっから。ということは、違う方向から行かないといけない。さっき登ってきたから、反対側から行ってみよう。ちなみにこっち側にあるんだ。教会はわかる。OK。埋まってるな。冷静。ちょっと操作慣れてきました。よかった。そう。来たよ。来たよ。多分なんもないよね。あ、でしょうね。
誰だお前は。え、ちょっと待って、どんな方向行ってんのか。どうかと思うよ、普通に言われた。来た、これでいいのか。そういうこと？あ、師匠がモンスター扱いされたってことね。悲しい話やな、そういうこと。暗いし、あ、違った。弓。ユリナ、イロの前、木戸の前だから階段登って、だからここの階段か。あ、そういうことか。この地図で井戸見れる。井戸の前、井戸から離れてるし。こっち行ってて、こっちか、こっち。起きたんじゃね？あ、井戸の前の家で、あ、ここか。オッケー。鍵閉まってるところもしかして。寝とる。
水晶玉をガラス玉に変えられたから、それを、てかガラス玉じゃない、水晶玉を手に入れてこいっていうことか。いいよ。町の南、大きな滝の下の洞窟。てか、おめえがやれ。洞窟？町の南。南ってどっちなの？町の南って町の中ってことだよね、とりあえず。とりあえず、この、南がさ、まあ、とりあえず歩いてりゃわかるんだろうけど、なかなかやってるとさ、終わり際がわかんないよね。37分とかで。夜は動くなってきた。おそらく。南、町の南の滝の下の洞窟。今まで行ったところに滝はなかったから、多分出れないよね。あ、出れない。あ、だから外の南とよかった。外行った。装備品とか装備した方がいいよね。とりあえず装備しよう。ちょっと待って。道具で。あ、でもいろいろ装備してんのか。袋の中。ちょっとね。じゃあ、梱包とかのが強いね、おそらく。川の滝。わ、とりあえず今三装備。オッケー。物服。はい、いいなあ。あそこのもっちゃ買わなくていいよ。で、世界地図が入ってる。それを抜くって、OK。まあ、勝手に装備はまあできないと。で、外を出て、南の滝の下で寝ると。で、出口はあった。移動バッターで上のモードボタンをタップして向き方向に自動的にする。祈った方がいいって今言ったやん。とりあえず祈っとこうよ。最初に言ってくれ。
バカ。やることめんどくさいな、これ。こっちの方が楽だわ。なるだし。超慣れてるじゃん。セーブしときましょう。はあ、セーブしたら終わりにしとこうか、とりあえず。一旦長くなってしまったので。はい、ということで、ドラゴンクエスト8のパート1ですね。43分くらいかかってしまいましたが、ちょっと操作がまだあやふやなので、ちょっと手こずるところがありますが、また引き続きやっていきたいと思います。ということで、こんな感じで終わりにしたいと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。